では前回からの続き。第2回のランクマッチは、なんか対戦相手がそこそこレベルが上がっていましたかね。やりづらかったです。で、僕の方はですね、最終日、15時に締め切り、回れませんでしたね。これ、皆さん注意しましょう。本当はもう1キャラか2キャラぐらい獲得できたんですけどね。復刻か何かやってほしいですね。またの機会にって感じですね。まあ、せっかくなので進化シーンをお見せしましょう。これは何だろう、ステーキショップかなんかですかね。まずはこちらですね。今回のピックアップを紹介していきましょう。あ、今回は僕のトップにも置いてあるカレン・リンちゃんですね。ピックアップになっています。これはシュートスキルですね。シュートと、僕思うんですけど、シュートとテクニックってなんかこれ関連してるんですかね。これを両方上げといた方がいいのかなって感じにも思いますね。この辺皆さん考察していろいろ組み合わせてみてくださいね。リセットもできるみたいなんでね。これも面白い要素だと思います。で、ギルドマスターってこれ RPG かな？ディフェンス時にディフェンスが15%アップですね。ワードのスピードがアップするんですね。これ面白いスキルですね。で、こちらが SR ですね。オフェンス時に、こちらもテクニックが上がる系ですね。しかもこれ、オフェンスの成功時に15秒間自身のシュート確率がアップする。これはシュートを上げた方がいいのかなっていう感じにも思いますね。これよく考えて振った方が良さそうな感じのスキルですね。イベント、第1回プリンセスマッチですね。こちら、累計勝利数が集計されるようなイベントですね。要は、みんなでポイントを集めていきましょうということですね。で、協力して最大値まで上げると、ダイヤがなんと3000個ももらえます。石の配布系がなかったので助かりますね。で、先ほど紹介したピックアップはステータスアップ効果がありますね。ステータスのボーナス効果というものが発生します。つまりはこちらを追加していきましょうということですね。今回はその代わり配布キャラクターがありません。22日の15時よりミッションが追加されているみたいです。こちら結構酷なように見えますけどね。ガンガン回していきましょう。こちらですね。おお、もう1万も買ってますね。10万ですか。このペースで、まあなんとかなりますよね。で、気になったのが、モンキチのチームって誰が出てくるんでしょうかね。ちょっと見てみましょう。あ、ドリームモンキーのチームが、全員ですね、フルメンバー出てくるみたいですね。まあ、これだったらいけそうですね。当選力も、まあそんなには、まあ、初めてやる方だったら結構、苦戦しちゃうかもしれませんけどね。僕みたいにこうやり込んでればそこそこいけるみたいですよ。では、行ってみましょう。お試しでやってみましょう。こちらですね、パッチですね。ですね。あ、確かに。こんな感じになりましたね。あ、一気に入りました。あ、そうか、そうですね。これが成功ですね。こんな感じで、結果はこんな感じでした。ボロ勝ちですね。ただ1点取られちゃいましたけどね。こんな感じで勝てます。僕も一生貢献しましたよ。